ームヤルです。ウィンチウィンチウィンキロン、アズミです。今回100万開催成功企画こちら、世界で2人だけのペアネックレス作ってみた。それは何ぞやと思う方って、なんかごめん何ぞやと思う方もねいっぱいいると思うんですけどね、はい、まずはね、素材が必要ということです。あのね、そう、人生で取れるか取られへんか分かれへんかっていう伝説のパーツ、僕まだ持ってないんで、とりあえずそれを取りに行ってネックレスにしていきたいと思います。ほんまになんか楽しみ、なんか2人だけのネックレス、うん、カップルに超おすすめっていう感じですね、うんうん、世界に2人だけのネックレスが多分みんな見えると思うんで、本当に今日は、はい、あのカップル必見動画でございます。はい、つべこはいつでもネックレス完成しないので、早速行ってきまーしょっとそうそう、いいよー。おい、ただいまネックレス会場に向かっているんですけども、はいはい、向かっているんですけども、そのネックレスそろりそろり4箇条があるよな。その1、その1勇気、はぁ、その2熟成、わぁ、その3極み、極み、その4ダリア、この4つを極めることができた者にだけ世界に1つだけのネックレスを作ることができる。この4箇所を守って僕はゲットしてきます。じゃあ、あの上の方、そしたら今日やらせていただいても大丈夫ですかね。麻酔なしで、麻酔なしで、ここしていただいて、ここぞついて気絶させてくれ。近いレート、あの痛くなっちゃうんでね。ネックレス、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 ネックレスのためだ。うっぽーん、そんそん、はい、はい、というわけで帰ってまいりました。帰ってこれました。僕たちは4箇条の条件を全て満たしていたので、僕たちは2人とも入手することができました。イエーイ、じゃあまず入手したこのダイヤモンドにこのチェーン。いや、ちょっと待って、ダイヤモンドよりも希少なものですね、これ。確かに、だって人生のうち4回しか取られんからなまあダイヤモンドは人生のうち1回もどこからも取れないけどまあ買えばね、入手できるからね、ダイヤモンドは別に。どこにも売ってない、世界に1つだけのネックレスですからね。じゃあそれではね、じゃ あの今から開けていきたいと思います。ちょっと薄めで見てくださいじゃーん、これは何なんかと言いますと、はい、せーの、親知らずそれで今からね、親知らずのネックレスを作っていきたいと思います。もうね、こっからは早い話ですよ、親知らずって分かったもんならばねうわっハモった、ハモった、ハモった、めっちゃいいや、完成、見てください。ちょっと遠目で見たら普通にほらもうなんか、うん、なんか遠目で見たらなんか、え、なんか象の牙、何の牙つけてはるんやろってこう、たったちく見せてください。人間の歯やキモめっちゃかっこいいよお前、うん、なんか結構様になってるな正直、この距離やったら全然見せれるよ。やばっ、いい世界に一つだけのペア、ペアネックレス完成しました。皆様結構手軽にできるので、この100均で買ったチェーンみたいなんで本当にもう自分と100均と意志がいるだけ。お前それマジでプライベートでも使えるやん。ほんまに使うわ。いやでもこれはなんかせっかくここまで見てくれた視聴者さんのために、確かにそれは言えてるかもほんまにほんまにここまで見てくれるね、ファンさんの方なんてなかなかのファンさんのファンファンということでね、はい、今回は特別です。ほんまに特別なんですけど、この動画を開いたあなたは本当にラッキーって言っても過言ではないですはい、というわけでね、あの分かると思うんですけども、こちらの方プレゼント企画やらせていただきますのでね、あのコメント欄にご応募ください。あの、ひな、朝日がその親知らず抜く瞬間を見てたんですけど、いや俺が怖すぎて、ひなたが出て行こうとしたからこうやって捕まえてちょっと、マジ一緒に乗っといてって言う。そう、ほんならもう歯医者さんの人がもう大丈夫ですよ、見ていただいてって言って、朝日見えるとこまで連れて行かれてんけど、ほんまにもう手とかギューって足とかもうずっとコネ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 してるな何回も、あの、近くに行きなさいねっつって言われてな、うん、ほんでもうなんか俺のこと首絞めてくれよみたいな、気絶させてくれって言ったら一回首絞めさせられました本当にそれ一瞬ちょっと見てくださいお願い、首絞めて、あ、オッケー、はい、もっともうキモすぎて、しかもさ、あのさ、ひなさ、朝日下アングルから撮ってたんや、うん、朝日こういうアングルやったや、ひなこう、うん、アップで頑張って撮っててんけどさ、うん、もうアップにしてその鮮明にあのカメラに映し出されたところに鼻クソが、まあ、両方ともプツンプツンってあるんよこれね、使えるんかなと思って思いながら撮ってたんですけど、まあ、使われへんかってなんか良かったなっていう感じもあるんですけど、ほんまに危ない、でもあのほんま一瞬やったな、うん、あの
やっぱりね、ちょっと歯も似てるみたいね、兄弟ってだけあって、うん、もうひなも全然痛くなかったんですよ、抜いた時。アサイはもう一瞬でな、ポーンって抜いてすぐ終わったの、うん、ほんまに一瞬、ゴッドハンドやった。でも、アサイ、歯抜き終わって、その待合室で待ってる時に、もう終わってるのに、その自分の歯をこうやって見てるんですけど、ブル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 震えてるんよ、うん、痛くなかったよって言ってんのに、こうやって。でもお前初めてジェットコースター乗った時ってめっちゃ怖かったから、ふわふわするやん。もうそんな感じで、もう体ふわふわしてさ、うん、もうなんか。でもね、痛くない人は痛くないみたいな、痛い人は痛いみたいな、ひならはちょっとラッキーやったっていう。そうだからまあ、もう痛みもなく、こう可愛いネックレスが作れますっていうね。はい、今日はハッピー動画でございました、はい、本当にもう美しいし、もうなんか、なんならすごい地球に優しいネックレス、もう全部自分みたいな。確かに、ちょっとまあ兄弟やし。じゃあほんまにいらんかもしれない。ちょっと待って、ほんまに嫌やって、お前のネックレス立てんのは。マジで。いけるいけるいける。じゃあペアネックレスやもんな。それは無理、キモい。ほんまに無理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 。もうキモいキモい。頑張ろう頑張ろう。じゃあ無理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 。お前はもう弟なんやから、先にそれはなんか。いやでもサンサン、サンサンブラザーズの歴で言ったら同期やから。頼む。でもお前、お前ママちゃんのまだから生まれてきてからひなのが早いから、い先輩やから。じゃあサンサンブラザーズ出たら同期やろ。でもママちゃんのまだから出てきたのはひなのが先輩。じゃあ2対1はい。ちょー、なんでお前のネックレスかけらんの。それだよ。あ、それかあれでもいいね、あの、あれ無理。頭にこういう、無理やって、ここでこういうの当たんやん。何無理だって。いいからもう。ほんまにいい加減しなさい。ちょ、もう何なの、かけても何もないやん。でも近い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 、ほんまに汚い。もうえ、汚いって。かける時がいっちゃん地獄。気持ち悪いって。これあの人のかける時だけめっちゃくちゃ気持ち悪い。もうなんか力がこうなんか変に力入ってる、ずっと今。自分のやつはほんまに可愛いと思う、うん、人のはちょっと違うかもしれん。でそれでもね、あの欲しいという方はぜひね、はい、サンサンネックレス、はい、親シーラーの方ね、欲しいという方はね、はい、あのぜひ DM の方。え、ちょっと待って、今名前なんて言った。親シーラン。親シーラン、エドシーランか。はい、というわけでね、今日最後まで見てくれてありがとうございました。グンバイシュンナトでした。アサイでした。チー奥なってもらう。おかせろ、ガチ奥に。春日にプレゼント。びっくりする。うちは下の弟にバレてるんですよ。やっぱりこもう高校入学したしさ、みんならお祝いしないから。高校入学して色気づく頃やから、うん、そろそろ。そうやな。しかも色気づいてるけど、やっぱり高校生の時で金欠やと思うんですよ、うん、そういう時にいいのがこの親シーランですよ。親シーランなんですよね。